ジャズ生活のロードレオ。どうもこんにちは、ジャズギタリストのリーダーです。ということで今日はジャズスタンダードのイントロ、有名なあの曲やっていきましょう。はい、皆さんもどっかで聞いたことのあるおなじみのイントロになっています。こちら A 列車に乗っていこう、テイクトゥ A トレインとなってますね。ジャズスタンダードの有名な曲です。この曲セッションでももちろんやられますし、自分の演奏とかでやるとお客さんすごい盛り上がってくれます。それぐらい有名な曲なので、この曲をしっかりできるようにイントロやっていきましょう。という感じの曲ですね。もう皆さんおなじみですね。今ちょっとソロギターでやってみましたが、こんな感じのすごい楽しい雰囲気の曲になってます。ここに向かうためのイントロ、今日はこれからやっていきたいと思います。ではまずいきなりイントロをやる前に外枠しっかりやっていかないといけません。外枠とは何だ、まあコードとかその辺のものなんですけども、基本的にこの曲 C のキーでやられますね。ではキーが分かったら次は、トップメロディーやっていきましょう。ワン、ツー、スリー、フォーという、ものになっています。ではこれに対してコードどうなっているか探っていきましょう。でこれは基本的にもうC のホールターンを見ていけばいいんですね。なので C メジャーここを見ながらね、3、2、1って言って、ドシラのとこからここになってるね、変なとこになってる。ではこれに対してコードどうなってるか見ていきましょう。最初 C メジャー分の G、 とりあえずここでね、このポジション、これに対して次のコード A フラットのシャープの5度となっています。まあ、フラット3人ですよね。この子なる A フラットここにあるね、1度3度の5度これやっちゃえばいいという感じ、ね、なのでここに対してでコール動くように。なのでイントロをやる条件は揃いました。キーやってトップメロディーしてコードアナライズしましたね。でこれに対してどうコードとメロディー一緒にやっていくかというところと、あとこのね C と A フラットでこれどういう関係かっていうのをこれからゆっくり探っていきましょう。では最初これあったね、これに対してコード、ここ10、19で小指ここ12、1弦を押さえていきます。ともうシングルトーンで下がっていきます。このあとここ A フラット押さえていきます。さっきやったねこのポジション、でこの時に人差し指来た時にベタってしとくと、でこの予言触っておくとそのままここ中指薬指立つだけ楽だね。もうこれだけです。ワン、ツー、スリー、フォーね、これだけで、あと繰り返してあげます。で、一番最初だけ振って反拍早く入って、ワン、ツー、スリー、フォーで、次の時はオンタイム
イントロは自在に長くしてやってみてください。ね、その時の場によって。という感じで、自在に長くして遊んでみてください。で、これなんで C って A フラットになってるんだっていうと、C、これをよく見てみる。では歌の人が突然やってきて違うキーでやってよって言われたらどうしましょう。困ってまうね。ということで他のキーでも用意してみました。では今は F のキーですね。してイントロどうやってるっていうか、さっきと同じようにキー分かったら次ね、トップメロディね、まずさっきと同じ戦略でね、キーの、ホールトーン探っていって、そこからコード一度音5度なので、ここね、コードここにあるんで、ここ見ながらで、ね、あとここ半音ロいくだけだったもんね、 G のね。だけどポジション的に多分きつくなるんだな。それはおいおいやっていこう。ということでもう土台は揃いましたのでやっていきましょう。はい、ということでポジション6弦の8、8で7に、でメロディーここ2弦の10、一緒に弾いてで下がって、ここまでで、その時にこことここオクターブだよね、だからもう省いちゃう。そうすると F の、オーギュメントになるよね。さっきと同じ理論ね。なのでという感じです。ラフでこっちの方がね。なのでもう全部揃っちゃいました。あとはリズム パターンに合わせてやっていくだけです。1、2、3、4。ってだけですね。はい、もう完成してしまいました。はい、いかがでしょうか。この定期時 A トレイン、すごい有名な曲ですよね。で、そのすごい有名な曲のすごい有名なイントロを一緒にやっていきましたが、いかがでしょうか。感想はコメント欄などに書いていただけるとこれ幸いでございます。で、もちろんこちら難しいって方いると思いますので、その場合はね、もう、シングルトーンでも全然構いません。1、2、3、4。っていう感じでも構いません。で、これに足せるなら少しずつ足すと。うん、その辺は自分で工夫しながらやると楽しいと思います。はい、いかがでしょうか。こんな感じで楽しく練習していただいて、楽しいジャズギターライフを一緒に送っていきましょう。ということで今日の動画いいねと思った方はぜひいいねボタンやコメント欄に書き込んでいただけると大変励みになります。で、特に何とも思わなかったよって方がおりましたら、コメント欄にダイソンの掃除機とだけでも書いていただければこれ幸いでございます。ダイソンの掃除機で毎日お掃除をしている私レイダーですけども、Facebook、Twitter、Instagram などやっておりますので、そちらの方フォローして見ながら私レイダーをいじってみてはいかがでしょうか。
ということで最後までご視聴ありがとうございました。ではまた次回もお会いしましょう。バイバイ。